はい。皆さん、こんにちは。こんばんは。GK です。今日はウィコレやっていきます。で、ウィコレね。今日何をするかと言いますと、ライバルマッチの、えー、50万ポイントの星5確定ガチャ、プラス、手に入った、えー、と星5系のガチャの開封動画を行っていきたいと思います。結構ね、自分が思ったより出たよ。今から見せますね。まず30、30%が1、2、2枚か。で、10%が1、2、3枚と、あと確定が2枚ですね。で、確定はコイン、 交換所の、あの、リーグコインの交換所の交換アイテムで交換してきましたので1、1つと、あと50万のね、報酬の星5価格でガチャです。はい。で、あとはね、30%ガチャだったり、まあ30%もね、結構、まあ10%は1個、ロードトゥグローリーの商店の報酬がありますけど、はい、それ以外は全部あの、虹ボックスから。 出ました。今回はね、星5キラ出ないですね。<laughs> ちょっと諦め入ってるんですけど、ちなみにイベントはもう僕終わります。はい、ここまで来ました。あと2170なので、これクリアしたら正直もう、ここの報酬は終わりですね。はい。じゃあ、あとはまあね、そうですね、グローリーね、結構ね、美味しいよね、やっぱこのイベント。一応ね、キラ選手が、グローリーに関しては、デリヒト選手と、 あと誰やったっけな誰かも出たんすよねグローリーねもうパンパンになってきちゃっててねそろそろいい選手引き引いてグローリーを消化したいんですけど結構溜まってるよねみんなもう3枚ぐらいは平均で溜まってるんじゃないかな主力選手のところボヌチ選手とか5枚あるしねまあ少ない選手は少ないですけどね当然誰のキラーが出たっけだまあんま置いてないな ああ、マグワイア選手だった。そうそうそう,そう、マグワイア選手とデリヒト選手。で、ラングレ選手もね、そうそう、出たんよね。うん、ラングレ選手も出たんやっけ。まあ、今回じゃないかもしれん、もしかしたら。あんまりちょっとね、覚えてないんですけど、グローリーガチャ引きすぎでね。で、一つ悩みがあって、まあ、今、ユベントスのデリヒト選手持ってるわけですよ。で、多分これを、キラ化したらグル、グリック選手よりは強いので、まあ、入れ替えはできるんですよね、センターバックの。 まあそこまでしてする必要があるのかなと正直思ってるんですけど、まあそれか、まあオランダのナショナルやっぱりデリヒト選手、まあ強いじゃないですかグレード100ぐらいある,あるでしょ。で、それが出るまで待っとくかどうかというのちょっと悩んでまして、まあ自分はどっちかしらまあしない方がいいのかなと思いつつもちょっと悩んでるところがあります。はい。ということで引いていきましょうかね。じゃ10パーからいきたいと思います。最近全然10パー引けてないんでね。流れ変えたいですね、ここら辺でね。 いやー惜しいね、うん、惜しいじゃダメなよまあ銀だからって言ってね絶対出ないってわけじゃないですけどまあほぼ出ないですね一回だけなんか出たことあるような気がするなここで金バタとか出ることあるんですかねまあ当然あるかいや惜しいんだよねちょっと足踏みのタイミングずらしてないか鉄筋 <laughs> 敵になりませんこれ <laughs> そこで調整してるような気がするんですよね、僕。あの、蹴る前のさ、ダダダダダダダっていうあの、この足踏みのところで多分た、多分ここですよね。違うんかなはい、あからず10%は出ません。実質、星4、星490%ガチャと貸してますね。まあ、言い方、言い方なんですけどね。はい、じゃあ30、30%はね、結構、出るときは出る。うん、ここはいけるかもしれないです。まあ、1枚欲しいですね。い行きましょう。 いや、なんか出そうやね。ああ、よしよしよし。びっくりした。今出らんかと思った。さあ、とりあえず1枚目ですね。今回、星5。金バター出てないので、グレードは期待できませんが。95。ペリン選手かな。おー、キーパーの選手か。ジェノアのキーパーの選手。ああ、キーパーはね、先日、大型も、大型選手が加入しましたからね、なかなか厳しいポジションですよね。 まあ、デヘ屋選手ちょっと手に入れちゃったんで。さあ、行きます。ほらね、出るんすよね。30%は。たった20%しか変わらんのにな。何がそんなに、そのな20%がでかいんでしょうね。ケジオ。おっと、これは見たことない選手だ。ドイツの選手かな。クロス・ターマン選手。見たことないね。初ゲットでしょ。ああ、そうやね。 さあ、ここから確定です。今日4枚ということは手に入るってことだよね。いい回でしたね。うん、僕にとっては。最悪、高グレの選手が来てもいいような気がするんですけどね、流れで。<laughs> そんな甘くないよね。いや、それ分かってますよ。もう、プロス、もう、だって、ウイコレやってもう3ヶ月になりますからね。もう、そんぐらい厳しさは知ってますよ。よいじょんうわー。 持ってたなこの選手売却しちゃったんだよなそうピッシュチェック選手ねはいということで最後の星5確定ガチャいきますさあ誰でしょう9ないや見たことないな レバークーゼンかな。レバークーゼンね。アランギス選手。エンジェルパス、テクニカルドリブル。売却かな。今日みんな売却かな、出た選手ね。まあいいや。とりあえずね、でもね、全員売却すれば、あのー、全員売却すれば、誰をね、ただ限界突破しようかなってちょっと悩んでるんですけど、まあやっぱり、そうね。 うーん誰って悩むんですけど悩むけどもやっぱりやっぱりね僕はやっぱ一番好きなやっぱ大メンア選手かなうーんまあここは賛否両,両論あると思いますけどうーんそうねまあ僕はやっぱりまあ彼に点を取ってほしいので ちょっと待って。ちょっと気持ちいい。このドイツの選手だけちょっと残し、ちょっと待って。ちょっと待ってね。この選手フュージョンできるな。ちょっと見ていいですか。ああ、グローリーが2枚あるんか。まあ、倍逆ですね、でもね。グローリーは一応ね、あのサーカスイベとかでね、ミキサーできたりするからね、一応持っとった方がいいですよね、多分ね。ちょっと待って、いいよね。 OK です。売却しちゃいます。で、限界突破して、限界突破して、オーバーミアン選手を限界突破させます。これで5回目か。結構してるね。やっぱ彼が,、ね、彼がね、点取らないとね、やっぱうちのチームは勝てないですからね。どんどん育てほしいですもうほんと。早くマックスにしたいですもん。<laughs> キラーだしね。やっぱ見栄えがいいですよね、僕。 やっぱ大和弁選手好きなんでねよしここはちょっと強化をします結構なんか強化素材もね余裕が出てきたんですよねまあ、今回のイベのおかげかなまあ、イベントがあるごとにねある程度手に入るのは入るんでまあありがたいんですけどねなんかねでもちょうどねなんかねフュージョン素材が出ないんですよねあ、でもデブライネ選手はね1枚出たんであと1個あげればここが解放されちゃうんですよね であと一応変わったとこっと言ったらまあ、デヘア選手の育成がとりあえずスキルは終わりましたねあとはねもうまあブーストがまだ全然ちょっと進んでないのでまあここはちょっと育てるのとまあブーストねただピケ選手とかもちょっと上げたいんよねちょっとブーストがねまだちょっと足りなくなってきててまあどんなもんまあどうしたもんかなとちょっといろいろ育成の悩みもあるんですけど追いついてない部分が結構あるんですけどそうね まあまあそこはでも仕方ないんですよね。まあ今後またイベントとかで、まあホイッスルね、手に入る可能性もいっぱいありますし、まあ順次、まあ育成待ちということで、あの二人に関してはね、いろいろね、みんな育成したいよね。ムニエ選手のね、スキルとかも早く上げたいしね、まさかのこの一番下が足りないっていうね、<laughs> ここが足りなくなるとは思わなかったんですけどね。うーん。で、明日からなんかサマーキャンペーンって始まるんでしょこれ何なんかなログボか。 あ、星5確定ガチャもらえるんよと。11日目で。すごいね。あ、これしたね。プレゼントマッチね。でね、なんかね、延長されたんすよね。ガチャが。ね。これ引けるかもしんないですよね。この2回目。17日までだったら。あとだって70個でしょ、ボール。きついか。実はね、ブローリーも取っちゃったんすよね。一番上の方のやつね。うん 残ってたんすけどね、取って180なんで、まあ取る、そうですね、もう、うん、そうね、あとは、あの、グローリー回るしかないよね。まあそれぐらいしか、PB が入るチャンスがないので、まあちょっとどうしたもんかなとちょっと考えてます。間に合えば引きます。はい。17日なんで、あと3日 ?3 日ないんか。今日14ですよね。あちょっと厳しいかもしれないですけど、まあちょっとあがいてみます。はい、自分なりに。ということで、今日の動画はこの辺で終わります。 唐突に終わってすいませんご視聴ありがとうございましたこの辺で失礼しますお疲れ様でした